おはぴよー、どうも、ひなぴよです。本日はですね、ゲーム実況ではなく、少し雑談というか、近況報告をしたいなと思います。いや、もちろんね、ゲーム実況もこれからも投稿していくんですけど、投稿が1週間以上ちょっと空いちゃったじゃないですか。それの理由についてちょっとお話ししていきたいなと思います。事件が起こったのは、1月4日ですね。年末、私、実家に帰省していたんですけども、1月4日にその東京にある一人暮らし先に帰るっていう日だったんですね。で、新幹線に乗ることになったんですけど、舐めてましたね。完全に。1月4日ってみんなやっぱりこう、戻るタイミングじゃないですか。そう、なんですけど、私は指定席とかを取らずに、自由席で行けるっしょとか思って、自由席を買って、まあ、その自由席である1号車、2号車、3号車のところに並んでいたんですね。そしたら、駅員さんからアナウンスがあって、もう、新幹線パンパンなんで、指定席の車間？号車間っていうの？ 5 号車と6号車の間のトイレとかがあるところに、皆さんお立ちいただくようにお願いします。ご移動お願いします。みたいな言ってて。で、それで私たちが乗ってほしいって言われたのが6号車以降だったんですよ。だから、なんて、説明が難しいな。5号車と6号車の間のところに乗ってくださいって言われたんですね。その3号車までが自由席なのに。それで、ああ、相当混んでるんだなと思って、まあ、乗り込むじゃないですか、6号車のところに。もうそしたらやっぱり、もう案の定人がパンパンで、あ、こりゃもうぎゅうぎゅう詰めでずっと立ってなきゃいけないんだな、東京までって思ってたんですね。で、そしたら、1時間半くらいかな、した時に、めちゃめちゃ暑くなってきて。あ、すっげえ暑い。これ、ダメだ。そういえば、パンパンすぎて上着も脱げてなかったもんなって思って。そのマフラーと、まあ、分厚い上着を脱いだんですよ。脱いだんですけど、一向になんか涼しくならなくて、やっぱ人がいっぱいだからこう、蒸し暑いというかね、その人の圧で暑いのかなって思ったんですよ。なんですけど、なんか、暑くて汗が出てるだけじゃなくて、だんだんやっぱ気持ち悪くなってきて、酔ってるのもあると思うし、人がパンパンすぎて空気が薄くなっていたっていうのもあると思うんですけど、冷や汗と、その暑いっていう汗でもうブワーってすごいもう大量の汗をかいてしまって、で、もう、あ、このままだと吐いてしまう、もう吐き気がもう限界だ、ピークだって思ったので、座り込みたかったんですけど、もうそれはパンパンなので座れないですし、目の前にちっちゃいお子さんがいたんですね。だから、そのちっちゃいお子さんも頑張って立ってるのに、私が座り込むわけにいかないじゃんと思って、このままだと、そのお子さんに良くないものを私が見せてしまうと思って、だからもう次の駅ですぐ降りよう、それまではなんとか耐えようと思って、で、そっから10分くらいして、もう視界とかももうね、全然見えないんですよ。もう、チカチカして、でも手もビリビリ痺れてきて、あ、これ、やばいやばい、あ、着いた、よし、降りる、すいません、降ります、降ります、降ります、降りた、動けない、みたいな。もうそこで、もうしゃがみ込んだんですよ、とっさにね、もう、あ、やっと降りれた、これで、誰にも迷惑をかけずにしゃがみ込めると思って、スッてとりあえずしゃがんだら、そっからもう動けなくなってしまって、もう手がね、もう痺れすぎて、手が数字の4の形から、もう、1ミリも動かせなくなってしまって、そして新幹線に乗ってる間まではすっごい暑かったんですけど、降りた瞬間すごいもう寒くて寒くて寒くて、でも手が動かないから上着をもう一度着ることもできない、ああ寒い寒い寒い、ああどうしよう、もう、私これ死ぬのかもしれない。もう何ももう、視界ももう狭くて全然見えないし、立ち上がれないし、息もなんか過呼吸みたいになってきた。どうしようって思ってたら、キャリーケースを持った見知らぬお姉様がね、私に声をかけてくださったんですよ。大丈夫ですかって。それでその駅員さんとかも呼んでくださって、一緒に大丈夫ですよ。落ち着いてくださいね。はい。深く息を吸って、はい。ゆっくり吐きましょうねって、一緒にやってくれたんですね。もうその人のおかげで私今生きてるって思ってるんで、もう本当に感謝の気持ちを伝えたいんですけど、どこのどなたかわからないんですよね。もう視界ももう全然見えないし、意識も朦朧としてたので、全然思い出せないんですけど、本当にあの時のお姉様ありがとうございました。ということで、その後に駅員さんも呼んでいただいて、で、そっから、これはちょっとやばいですねって言われて、救急車を呼ばれて、でも、歩けないから、車椅子を持ってきていただいて、車椅子に乗って救急車まで行って、救急車のベッドに、車椅子からベッドに移って、そのまま救急車の中に入るみたいな、なんか、とんでもない体験をしたなとは思うんですけど、うん。救急車の中で落ち着くまでちょっと発信せずにね、脈を測ったりだとか、あと、あなたのお名前は何ですか？あ、ひなぴよです。みたいなことをやってたら、だんだん手が動くようになってきて、どうする？病院行く？ここ〇〇駅だけど、君住んでるの東京だよねって、結構ここからまだ時間かかるじゃないって。だから、ここで病院に連れて行くこともできるけど、君が今体調良くなってきたんだったら、そのまままた新幹線に乗り込むことも可能だと思うよって言われたので、あ、じゃあ帰ります、大丈夫っすって言って、もうね、手が動くようになったからもう大丈夫っしょって思って、なんとかね、自力で帰ったんです。新幹線に乗って。そう、帰ったはいいんですよ。で、その時まではもうなんかテンションがハイになっていたので、もうツイッターとかで、もう、何だったんだろう、めっちゃ怖かった。あの時のお姉様ありがとうございました。みたいなツイートをしたんですよ。もうその後でもとりあえずゆっくり休もうって、今日はちょっとダメだと思って、休んだんですけど、そのままね、2日くらいダウンしましたよね。おとなしく病院行っときゃよかったって思いました。皆さんそういう時があったとしても、その自分の体調は自分が一番よくわかるとか思って、大丈夫とか言わずに、とりあえず一応見てもらうってこと大切だと思いますって思いました、私は。だから今回は、ね、結局、ただ、何だったのかちょっとよくわかんないんですけど、知り合いが言うには低血糖じゃないのって、普通に実家に帰ってた間はすごいちゃんとご飯とか食べてたので、低血糖ってことある？って思ったんですけど、でも確かに、その日は野菜を最初にいつも食べるんですけど、ベジファーストな女なので、野菜を最初に食べるんですけど、その野菜の量が少なかったような気もしたなって思ったんですね。だから皆さん、いきなりご飯とか、いきなりこう糖質をかっこまずに、きちんと野菜とか、そういうちょっとずつ徐々に血糖値を上げてくれる食べ物を最初に5分くらい食べてから、メインを食べるようにした方がいいと思います。私はこれからもうそうしていこうって決めました。もう二度とね、あんなね、もういろんな方に迷惑をかけてしまったので、だし皆さんもご心配してくださったので、本当にもうそういうことが二度とないように気をつけていきたいなと思いました。心配してくださった皆様、ありがとうございました。そして1週間以上投稿が空いてしまって、本当にすみませんでした。また、ね、これから2月末あたりまで私、私生活の方で、今、ね、言ってたか言ってないか忘れちゃったんですけど、声優の養成所に今通ってるので、その養成所の所属オーディションが2月末にあるので、それまでちょっと忙しいんですけど、そこからはちゃんと投稿頻度を守れるように頑張るので、ちょっと更新頻度は低くなってしまうかもしれないです。それはちょっとご了承ください。ということで、救急車に運ばれて、そっから病院には行かず、帰ってきたら2日間ダウンし、結局1週間以上投稿が空いてしまったという女のお話をさせていただきました。皆様最後まで聞いてくださったかどうかはわかりませんが、ご清聴ありがとうございました。そしてですね、今回この雑談をするにあたって使わせていただいたイラストなんですけど、大親友の森明ちゃんが私の誕生日プレゼントということで私を書いてくださいました。ありがとうございます。本当に可愛い。私もこのイラストになれるように頑張るわね、顔出しをした時におこのイラストを描かれるにふさわしい女じゃないかひなぴよって思われるように日々努力してまいりますので、まあそっちはね気長に待っててください。いつか顔出しはするんじゃないですかね、知らんけど。ってことで、まあまた次のゲーム実況動画でお会いしましょう。たまにはこういう雑談動画も良かったんじゃないでしょうか。ってことでおつぴよでーす。またねー。